こんにちは、カオルンです。今日はね、超低価格なのにマジでスペックいいやんっていうね、素晴らしいネックバンドスピーカーを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、ブルニーさんのネックバンドスピーカー BBH929S でございます。イエイ。ネックバンドスピーカーといえばね、散歩をしている時だったり、ジムでね、わーっと運動している時だったりね、家でね、料理を作っている時だったり、そんな時にとても便利な製品でございますけれども、今日はみんなね、一つ思ったことがあるかもしれません。あれ？今日カオルに JFC ケンウッドの製品やらないの？と思ったかもしれないんですが、そうなんです。もちろんね、JFC ケンウッドの製品やらせてもらってるんですけれども、それだけじゃなくてね、たくさんのメーカーさん、素晴らしいね、オーディオ製品があると僕は思ってるんです。なので、たくさんのね、メーカーのオーディオ製品を、こうね、いっぱいチェックしていって、自分の知識も深めていきたいし、動画を通して、このメーカーさんの製品ってめっちゃいいよねっていうのをね、皆さんに役立つ動画としてね、提供していきたいなと思ったところで、なんとね、初案件がやってきました。やったぜー！これもすべて皆さんがね、いつもね、僕の動画を応援してくれてるおかげでございます。本当にありがとうございます。もちろんね、初案件、とってもね、とっても嬉しいんですが、それだけじゃなくて、こうね、もともとブルニンさんからこの製品どうですか、レビューしていただけませんかっていうのをね、3つ紹介していただきました。で、その中で僕は今回、紹介する BBH929S がとってもなんかこう低価格なのにスペックがね、普通のこの値段だったらありえないぞというところがあったので紹介していくことにしました。ではね、早速レビューしていきましょう。まずね、ブルニンさんというメーカーさんなんですけれども、海外メーカーさんでして、僕の中では低価格の中でスペックの高い製品を提供していく、そんなオーディオメーカーだと感じました。今回紹介するね、 929S なんですけれども、こちらにはドルテックという文字が書いてあって、これは多分ね、ブルニンさんが提供するブランドのね、名前なのかなと思ってます。Amazon でもね、とっても人気な商品になってますので、概要欄に、URL 貼っておきます。ぜひぜひチェックしてみてください。次にね、基本スペックを紹介していきたいと思います。まず値段なんですが、 Amazon さんで3588円となっております。めちゃめちゃ安くないですか？普通だったらですよ、安くても1万円、高くても3万円ぐらいするので、万はくだらない中で3588円ってどんだけ安いねん、性能どうなっとんねんっていう風に僕は思いました。次にコーデックは SBC と AptX になっております。 AptX ってめちゃめちゃやばいですよ。ここでコーデックとは何なのかという話なんですけれども、コーデックは音質がどれだけいいかということを表しています。現在ですと AptX がトップクラスのコーデックとなっているので、それがこの値段で入っているってマジかよと思いました。次に防水性能なんですが、こちらは IPX4 となっておりまして、運動時の汗水ぐらいでしたら耐えられる仕様となっております。さらにね、 CVC クリアボイスキャプチャーを搭載しているということで、通話時の自分の声が明瞭化されて相手に伝わりやすい仕様となっているみたいです。あとね、最後にですね、ノイズキャンセリングが入ってるっていうことで、これは僕は正直びっくりしましたね。ノイズキャンセリングっていうのは、自分が喋ってる時の周りの雑音をシャットダウンして、相手にこう迷惑がかからなかったり、自分が何かこう勉強してる時に周りの音をシャットダウンできるっていうところがメリットなんですよ。イヤホンでしたらもともと耳に刺さっているので、もともとね、こう音がシャットダウンされているし、さらにそれでプラスアルファでノイズキャンセリングでいいと。で、さらに自分の声だってマイクとね、距離が近いので、こう周りの音をシャットダウンしてくれるっていうところがあるんですけれども、ネックバンドスピーカーの場合はね、もともと首にかかっているっていうところで、周りの雑音が耳に入ってきちゃうし、自分の声だって喋るときにこうね、ネックバンドスピーカーについているマイクと離れているので、間に雑音をね、拾ってしまうっていうところがあるので、これはね、どうなんだろうととっても思いました。以上がね、ブルニンさんが提供する 929S の情報なんですけれども、実際にね、僕が使ってみたね、感想を述べていきたいと思います。まずね、音を聞いてみたところ、めちゃめちゃ高音質というわけではないんですが、低音から高音までね、バランスよく聞くことができるので、この値段にしては十分なスペックだと感じました。
さらにね、ちゃんとアプト X にもね、対応してたみたいで、対応スマホでね、聞いてみたところ、ちゃんとね、音質が上がっていることが僕の耳では感じられました。いや、すごいなぁ。CVC もちゃんと効果があるみたいで、実際にね、電話をしてみたんですが、相手はね、僕の声がちゃんと聞こえてると言ってましたね。逆にね、僕自身も相手の声がね、ちゃんとはっきり聞こえました。ボタン操作も分かりやすい仕様となっていて、このね、929S では、両端の外側と内側にボタンがね、分け隔てなくついています。他のメーカーさんのネックバンドスピーカーだったりイヤホンだったりすると、一つのボタンで長押しだったり二回押しだったりとか、たくさんの機能がついているんですが、今回のこの 929S は一つのボタンで一つの機能という感じなので、こうね、オーディオ製品を触るのが初めてだったりとか、あまりね、機械を触るのが苦手っていう人にとってもね、とっても使いやすい製品となっています。逆にね、気になった点もありまして、先ほど通話中はお互いの声がね、はっきり聞こえると言ったんですが、相手がね、相手自身の声が返ってきてしまうと言っていました。多分僕の予想では、相手が僕に喋った時に、そのね、声が僕の中の周囲音となってしまって、相手に返ってきてしまっている、そういう感じだと思います。なので、今回はね、ノイズキャンセリングがめちゃめちゃ効いてるっていうわけではないのかなと思いました。でもね、多分ネックバンドスピーカーでノイズキャンセリングの機能を入れるっていうのはね、今難しいのかなと僕は思っているので、今後のね、ブルニンさんの技術に期待したいと思います。あとはね、値段が安いということもあって、周りの質感がちょっと安っぽさがあるかなと思いました。デザインはとってもいいと思います。以上がレビューになります。今回紹介したブルニンさんの BBH929S はですね、これだけの低価格なのに素晴らしいスペックがたくさん載っている良い製品でございました。まだまだね、発展途上の機能もあるんですけれども、これだけのね、低価格で実現させている機能もたくさんありますので、今後に期待したいと思いました。ネックバンドスピーカーはですね、運動でジムに行った時とか、散歩に行ってる時とか、家でね、料理を作ってる時とか、いろんな場面で手軽に使うことができますので、初めてね、手を出してみたい方、ぜひ今回紹介した 929S を試してみてください。概要欄にね、ブルニンさんのね、製品情報だったり、Amazon さんのね、ページ載せておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。これからもね、ぜひ皆さんと一緒にね、音楽を盛り上げていけたらなと思っています。今回もね、カオルの動画見てくれて本当にありがとうございます。チャンネル登録者1000人を目指して頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、また次のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。